秋田方市立八千代の丘美術館は2001年に開館しましたが、来館者の減少や運営費の赤字を理由に市は今年度末で休館し、来年度末をめどに廃止する方針を示しています。今日の市議会で議員からは、議会や地域住民の意見を聞いてから休館を決めるべきではないかと、決定までの経緯を疑問視する声が出ました。石丸市長は、休館はPTA など市の教育関係者らで構成される委員会で意見聴取を行った結論としています。設立した目的に照らして効果が十分に生まれていない、費用対効果としてあまりにも不適切。市は今後、美術館の施設を生かした活用策を検討していきたいとしています。